本日はここ素晴らしきメキシコを舞台にお送りする。本日の商品はホールインチュラだ。チュラチュラ、なんだろう、宝の宝って感じだな。本当だね、パパ。さあスターターの登場だ。それスタートした。今日はうまく逃げられたね、スターター。やっぱりダメだ。さて、カラフルなビーチ、各マシンどうやって進むのか。おっと、一本足走法だね、ワニゴリバニー300。こんな砂の上を行くのは初めてだよ、ニクシー。お先に失礼。各マシン、それぞれ障害物を乗り越えていった。ね、下の迷惑なんかかまっちゃいらんねえよ。さあさあさあ、どうだ、一直線だぞ。おっと、ゼロゼロマシンターボパンクで大きく後退の模様。邪魔見ろ。パパ、出店だ。僕、ソンブレロが欲しいんだ。買ってよ、パパ。おねだりかい？しょうがないな。そのソンブレロ、いくら？坊やになら20ペソでいいよ。そちらのお父さんは、なかなか買い物上手と見たね。その通り。あと10ペソで、この手織りのクロスをつけますよ。お、そうか。ソンブレロだけでいいんだよ。あと30ペソでこの高級シャツをつけまして、それから、これは名物料理のトルティーヤだ。あー、いい匂いだこりゃ。へいへい、これは見逃せないぞ。全部いただきましょう。こんにちは、よく来たね。いただきますよ。毎度いい一日よ。なんて安い買い物だ。いいものが全部でたった5000ペソだぞ。これ全部でな。よかったね、パパ。ところで、僕の20ペソのソンブレロはどこで買ってくれるの？さて、ここでこの人が崖から飛び降りて見せてくれる。海の潮がちょうどいい具合に来たタイミングでやらなくちゃいけない。おお、やったー。お、すごいすごい。見たかよ、ケンケン。あの飛び込みでいいこと思いついたぞ。無理無理無理。あのレーサーどもに飛び込んでもらおうってのよ。よし、これで奴ら真っ逆さまだ。いや、本当かね。おっと、大変。みんなブラック魔王の罠にはまってしまうのか。あっと、このままじゃ。何がどうなったんだよ。ケンケン、ここまで来い。任せて任せて。またもや自滅、ブラック魔王。あれ、空だよ。なんだって？ガス欠か。こりゃ参ったな。待って、いい考えがある。おい、君の豆と僕のおはじきを取り替えないか。いいよ、全部取っ替えよ。特別な豆仕入れてきたよ。さ、いいぞ。よし、じゃあ出発だ。一体どんな豆だったんだい。メキシカンジャンピングビーンズさ。レース終盤、トップ争いはキャタピラマーク2とネコジャラシ GT4。 おっと、エキマチャビークル5000が優勝した。おめでとう、マクとババアルイ。どんなものかな、今日の商品は。言ってただろ、ホールインチュラダさ。メキシコ特別料理ホールインチュラダの登場だ。ずいぶん美味しそうな商品だな。うん、食べよう。